はい、お疲れ様です。山です。ゴーストワイヤー東京を続きやっていきましょう。さあ、新しい力をゲットしたんですけども、これね、今は使わないんですけど、で、サイドミッションなんですけど、まあ今見えてるこのタヌキ。まあこれはね、積極的に受けていこうと思うんですけど、まあ癒しなんでね。で、他のサイドミッションはまあ裏でやっとこうかな。で、この座敷わらしとかは、やっといた方がいいんですけどね。マガタマっていうね、報酬があると思うんですけど、これはスキルのね、覚えるのに必要なんですよね。これだと、マガタマが7ついりますね。っていうのがあるんで、そこら辺はやっといた方がいいんですけどね。同化にするかって話なんですけどね。そこはちょっと迷いつつなんですよね。ちょっとね、不気味っちゃ不気味。座敷わらしはね。このカラカサ小僧は、なんでもないね。ただの追いかけっこっすね。これは覚えてないな。まあ、とりあえずこれ、タ話ヌキ、何か言ってる？おい、力を使ってみろ。俺たちなら、物のありか以外にも、動物の意志もわかるんだ。ちょい、兄さん、兄さん。そう、やっぱり前の言葉が通じとうか。普通の人間と違う、そんなあんたに頼みがあるんや。洲本から子分たちを観光に来たんやが、このと騒動やさかい。ああ。わいは腰悪うてな、代わりに探してもらえんけ。化けて姿を変えとうが兄さんやったらわかるやろ。見つけたらわいのところに来るよう言うたって。はい。めちゃくちゃ関西弁ですけどもね。はぐれたぬき。はい。たぬきの親分とはぐれてしまった子分が、町中にいるらしい。はい。で、いろんなものに化けてるっていうね。ね？わりかし近くに一匹おるやんけ。この神社に尻尾生えたんがおるさかい。見っけたらまたここに戻っといで。子分を探せ。タヌキでね、ここに来たらしいですけどね。なんていうの、立ってんのか。かわいいね。で、これも霊視でわかりますね。いたね。この感じ、近くに何かあるな。ね。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。まあ、パワースポットちょっと置いといて。ね。じゃがまがあるね。バレたか。人間のくせになかなかやるな。匂いをたどってまさに着いたところなんだ。そしたら人間の気配がしてから、隠れてたんだ。終わり？親分のところに行こう。兄さんを機に、この調子で他の子分も頼むわ。全員見っけたらずっと北にある丘へおいで。そこの神社で子分どもと待ち合わせや。東京は広いさかいな。気長に待たしてもらうな。ああ、3000円でかい。タヌキね、すごい数いるんで、まあ、このゲーム、最後までずっとね、探すことにはなると思いますね。さあ、ここちょっと見るか。で、早速あそこにあるんですけど、あれはスルーでいいかな？どうしようかな。まあ、とりあえず、全部見ようか。この中も入れるん？なんだ？おみくじ。はやんなくていいかな。今日が出たらね、やばいんで やんない方がいいかなって思ってますけども。で、この中入れるんで。神社のね、こういう、建物の中に目には、追えない数だな。
247人。でかいね。結構いろんな物資があるんで、矢もあるしね。ね。はい。これなんて読むんだ？大山でいいのかな？変わるって字だよね。何これ？イベントのお知らせ？駐車場はご利用になれませんのでって。はい。厄年早見表。ああ、あるよね。こういうの見といていいかもね。うん。はい。気になる人はね、一時停止で見てください。はい。炎獣行事。うん。神主の手法。ああ。まあ、メモ代わりみたいな感じかな。うん。忙しいね、毎日。で、金庫。開くんだよね。はい。こんなもんかな。ん？なんか音がするね。なんかあるな。シャーンと音は、いいものなんだよね。どれだ？あ、これかな？普通に。おみくじ。で、矢も通って。うん。再戦かな？うん。うるさいな、結構。いろいろあるな。レアものばかりだよ。あー、片白買うか。終わったか。さっさと行くぞ。うん。こう回収がね、時間かかるんですよね。で、ちょっとスルーしちゃうんですけど、こっちにもね、猫さんがいっぱいいるんで。で、たこ焼き。たい焼きか。たい焼きはまあ買う？うん。この子じゃなくて、あ、この子かな。うん。おいおい、ただで働く気はないぜ。猫に報酬ねだるの？これはするよ。はい。で、ここで、各地で拾ったアイテムをね、報酬と交換してくれるんですよね。だるまだと2800円。うん。獅子頭は4000円って結構でかいよね。かわいいね。こうやってね、だからお金になるんで、ああいうのは拾っといた方がいい。はい。で、どうしようか。あー、ちょっと待って。出てんな。これは、やったほうがいい。助けなきゃいけないやつ。で、この人たちは、幽霊に夢中なんで。助けなきゃ。後ろがすげえ飛んでる。で、後ろ取っていく。ほい。まだあるよね。上か。上だね。上じゃないかな。やった。ん？あ、この二つか。いい動きだったぞ。はい。青いマークはね、ある種時間制限みたいなやつなんで、見つけたらね、やっといた方がいい。はい。車の上に。じゃあ、からかさ小僧やってみようか。乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。はい。
渋谷なのに錆びれてるな。禁足地ってな、良くない言い伝えとかがあって安易に開発できない場所もあるんだよ。うん、まあ、まさにここですよね。おばあちゃんが大事にしてた傘が妖怪になっちゃったの。そいつは唐傘小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることもある。この空き地に雨が降ると消えるんだけど、見つかると逃げちゃうの。妖怪になったらもう傘には戻らないのかな。そんなことないよ、ちょっと待ってて。お、雨降った。さからかさ小僧いた、からかさ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ、気づかれたら逃げられる。これ足もっとしゃがんで近づけ、曲げてから近づくべきかな。いけるか。オーケー、いけた。曲がたまね。はい。あ、傘だ。元の傘に戻ったな。あの子に返してやろう。はい。まあ、こんな感じでね、曲がたま、まあ、ゲットした方がいいんで。はい。いっぱいあるな。あー、つけ。で、片代がなくなったから、公衆電話を探すと。だけど、ここすげえ敵がいるから。後回しでしょうか。すげえいるな。で、拾えなくなることもあるんでね。あと、敵が出てる合図ね、明かりがああやってなんかこう、ああなってる時。っていうのもある。まあ、敵の合図はいっぱいありますね。さあ。きっと喜んでくれると思うよ。はい。ねえ、いい話だよね。いい話。なんか主人公の優しさが出る場面が結構多いんで、だからなんかこう夏目順調なんじゃないかみたいな風に思ってますけどもね。なんか、あれは相手しない方がいいね。今はね。で、敵がいる。さあ。まあ、ここで一旦。はい。送ろうか。結構多いよね、今回は。4000! すげえ。で、2000円と8260。経験値、でかいね。強くなったな。うん、最大シャープ。マリがね、苦しんでますね。どうしようかな。チャージショットのため時間短縮にしようか。はい。で、あとはいい座敷わらしやるか。まがたまだけやるか。そうですね。はい。ちょっと不気味なんで、じゃねえか。まあ、もし気になる人は飛ばしてもらう感じで。一応家の前まで行ったら、また言うかな。猫。いかにもない家だけどね。敵はいないよね。いるかな？いるけど、まあ大丈夫です。うちの子はどこじゃ？はい。じゃあこれ座敷わらしのミッションちょっとやりましょうか。3、4分ぐらいかな。そんな長くないと思う。うちの座敷わらしがいなくなってしもうたんじゃ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見たものに富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。
そこの名主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってくだされ。塩せんべい？塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。うん、はい。座敷わらしを独り占めしようとしてるおじいさんの家ですね。まあそんな広くはないですよね。ただまあ、隠してるということで探しに行きましょうということね。はい。まあ3分ぐらいかな。多分ね。はい。どこだ？座敷わらし？鳴き声が聞こえますけども。なんかあるね。どうも違和感があるな。これって何の跡だろう。うん、お茶が置いてる。団子、トイレ、物置。私にも座敷わらしさんいれば性格大金を借りたってのに、あの強欲ババアは占いと抜かしやがった。座敷わらしを独り占めする気だ。ああ、もう我慢できない。こうなったら座敷わらしをさらってやる。おばあちゃん、どこ？かわいそうに。もう泣くな。ばあさんに会わせてやるよ。さらえるもんなの？うん。いまいましい座敷わらしめ。泣き声で夜も寝れやしない。さらってもう3ヶ月が経つか、ろくなことが起こらないのはなぜなんだ。大金が手に入るどころか、借りてた大金を空き巣に盗まれちまった。ええ。毎日借金取りがうるせえが、もう少し辛抱すればきっと報われるはずだ。やっと手に入れた金の卵を産む鶏、誰にも渡すものか。その日のために、ん？金庫も買った。とりあえず大金が手に入るまで、鍵は寝室の仏壇にでも入れておくか。ああ、そういうことね。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。うん。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。はい、あった。剣玉。仏壇か。力を使え。姿が見えるようになるはずだ。オッケー。おお、すげえ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。うん、ここに鍵があるんだよね。インコの鍵。あ、いろいろあるな。あ、これか。見てみろ、床の間がある。うん、この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。泣いてた場所ですね。ここにいるんじゃないかと。ここか。油断するなよ。近寄るな、盗っ人が。おじい、座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人たけだけシートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっとって。クソ野郎が、死んでまで金に執着しやがって。こんなやつは印で払っちまうぞ。オッケー、ちょっと割っちゃったんですけど、やっと手に入れたのにっつって。
欲深いのもほどほどにしてほしいね。はい。さてと、あとは塩せんべいだな。さあ、この家は一応浄化できましたね。で、ここに、もう自由だからね。ありがとう。うん。やっぱ幸運はなしかよ。うん。まあ、こうやってお供え物すれば、儲かるって思ったんでしょうね。さあ、めっちゃ閉まってんだけど。回収は？あるね。冷蔵庫。電子レンジ。こんなに開けても意味ないんですけどね。こんなもんかな？はい。おお。どうなってんの？はい、ばあさん。やってくれたな。この子を泣かせると不幸になるぞ。これじゃダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。ちょっと待て、ちょっと待て、邪魔しないでほしいな。赤いエーテル結晶体、これ壊せば爆発するんですよね。いや、そいつはいいや。物投げてくるタイプか。まだいる。めちゃくちゃいるじゃん。はい。ちょっと放置したの間違えだったかな。力を得る。すごい。最後敵出てきたけど、これは今のミッションとは関係ないです。近場の敵が反応したっていう、はい。さあ、やったんで、やることやったんで、うん。メインのお話も進めていきましょうか。さあ、次は、ここかな？光家だっけ？ここに行きたいんですよね。ん？あ、陰家ね。陰家に行きたいんですよね。ここを目指していきましょう。で、道中のこういうものも、払いつつね。で、敵はやったから、やるか。どれだ？裏だね。え、ちょ、いけないんだけど。これいけるかな？確かいけるんですよね。で、地面に触れなければ大丈夫なんで。OK。で、この火のエーテル結晶体は、この赤いやつから取れるんで、まあ爆発しても問題ないんでね。はい。ちょっとこまめに。うん。6000体。でかいね。レベルアップ。もう早速覚えとくか。グライドも欲しいよね。投げようか。2秒から3秒へ。いけそうだ。うん。あ、お地蔵さんがある。どうも。これ部屋が汚れてるやつじゃん。あー、これは後回しかな。ちょ、待って、寄り道多いんだけど、マジで。一旦スルーしよう。見たいものはいっぱいあるけどね。
で、この人も一旦スルーで。敵は、いないかな。ああ、敵いるな。くそ。アイテム取れないな。上かな？わかんないな。天狗が今見えたんで、わあ、あれも無理か。あれだ。敵あれだ。どうしようか。先進むか。うわあ。敵がいる。あれはやっちゃうか。ああ、こっち見てる。ちょっと待って。ちょっと待って。むずいな。大丈夫。結構数いたね、今。あそこに行きたいんですよね。天狗がいる。うわ、まただ。すごいね、カラス。さあ、目的地はこの下か。この下ね、中ボスですね。中ボス、おお。中ボス戦なんで。あ？汚れはどうやって払うんだ？正面から来るんだ。マジか。いけるか？工事現場か。何か感じる。調べるぞ。よし。中ボスはあそこの社を調べればね、出てきます、ね、それまでは平和。まあ特にないかな。すげえな。一応回収できるものはしときたいけど。ゲートラも壊せます。廃墟の王事件。あ、KK の報告書。廃墟の王。消費者金融で起こった事件について書かれてる。これ使っとくか。一応ボス前だからね。どうする？ここ上げようか。連射速度アップ。はい。様になってきたじゃねえか。いいね。はい、こうか。下も一応今は敵いないんで。ん？あいーん。え？なんだ？うん。道具。はい。で、ここら辺を壊さない方がいいかな？戦闘中に使うかな？わかんないけど。表示上限。さあ、やるか。浄化しようとしたら、後ろからガッと掴まれるんで、先言っとくわ。鳥居があった。浄化する。ちょっとびっくりするかもね。うわっ！離せ！生きて俺に貸せ！ありがとう。平和に来るぞ！おい、痛い。おい。今度はこっちの番だ。ジャストガードがね、この人はまだやりやすい気がする。ああ、遅い。ガードブレイクされた。やばい、あ、倒しちゃった。さすがに冷や汗が出たよ。
まあ、なんとか勝てましたね。はい、今のが口先女ですね。あの病院でメモがあったよね。あったよね。あれの人ですね。マスクしてる女で。さあ、これも強い力を感じる。うん、すごいよね。工事現場の下にこんなのがあるって。そっか、ここを開発できないから上塞いでんだ。あ、揺れた。はい、水属性ね。範囲が広い水の刃、至近距離で命中させれば威力が高い。まあ、ショットガンかな。僕らの霧も晴れたはずだ。影リエに向かうぞ。そんなに威力が高いって感じたことはないんですけどね。一発使う？おやつですね。はい。さあ出ようか。はいっていうぐらいね。いや、もうちょっとなんかうまくいくかと思ったんですけどね。戦闘はちょっとやっぱ下りましたね。この上にもあるんです。アキト君の身体能力は上がってるよね。で、目的地はあそこかな。あそこにね、確か社があるんで、そこに行きたい感じだと思う。はい、ということで、じゃあ今回これで以上です。クレーンの上から失礼します。ということで、初めてかな、中ボスとやりましたね。中ボス的なね、存在とね。はい、以上です。ありがとうございました。